勝てばマジック点灯の阪神、森下のホームランで先制。はぁ、来たー。うおー。すっげー文句なし。はぁー。ホームランで草、行ったー。実況解説無音で草、無音で草、なんかええや。勝ったわ。ほげー。そんな打球角度今まであったか。なんてすごいんだ。今チームええ感じやねん。ブイやねん。放送事故か？無言やぞ。解説リアルミュートしてて草。いいところでしか打たない男。森下やべー。ええの取ったわ。森下すげー。すごい。ほんまええとこでは打つな。原口みたいなホームラン。マジック点灯もろたで駆動。すっごい飛んでった。森下マジで大山みたいなチームの柱になるやろな。台風接近で中止にしろ。中央大は巻きといえ打者出すな。打撃コーチがかなり優秀なんちゃうか。5回雨天コールドとかにならんよな。森下マジですごいやろ。角度の付け方がベラボーにうまいよな。森下なんやねんこいつ最高や。森下たまらんな。マジで森下ハマっとるな。あとは小野寺が入れば。今の阪神、ドラフトくじ当てようが外れようが当たるインチキやん。森下神神神神神神。いいところでしか打たない男、森下。森下たまらんな。来年15本くらいいけるやろ。森下くんえぐいって。ご視聴、ありがとうございました。チャンネル登録、高評価も、よろしくお願いします。他の動画もぜひ、ご覧いただけると嬉しいです。